思い出のガンプラキットレビュー集。グイクトリーガンダムモデル。トップファイターセット。コアファイター。ボトムファイター。VVV。ビクトリー。クビチョンパ帝国の地球侵略を予期していた新生軍事同盟は、大勝利計画を発動し、大勝利ガンダムやガンイージを開発。同志たちの活躍によって、イエロージャケットに対して攻勢に出ることに成功する。中でも、ウッソ同士の活躍は目覚ましく、その姿は、かつての白いモビルスーツの伝説を想起させたという。機動戦士グイクトリーガンダムとは、1993年から全51話が放送された、サンライズ制作のテレビアニメなのでおます。テレビアニメのガンダムシリーズとしては4作目にあたる作品でして、当然ながら、富野監督のガンダムシリーズとしても4作目。サイド2に勃興したザンスカール帝国と、その抵抗組織であるリガミリティアの戦いの中、グイクトリーガンダムオカル少年、ウッソエブインの活躍を描いた作品なのでございます。そうだ、その通り。グイクトリーガンダムは、地球連邦軍の退役軍人などを中心にして組織されたレジスタンス組織、新生軍事同盟こと、リガミリティアが、組織のシンボルとすべく、かつて存在した伝説のモビルスーツ、ガンダムのイメージを利用して開発した機体なんどすえ。そのコンセプトは、いかなる状況にも対応できるマルチプルモビルスーツなのでして、あえて、コストが高いコアブロックシステムや、変形合体機構を盛り込み、ミノフスキークラフトによる大気圏内の飛行も可能と、様々な状況下でも高い性能を発揮できるのが特徴。武装こそ、当時の一般的なモビルスーツの標準装備と変わらないものの、出力に余裕があるため攻撃力が団地なのだよ、高島平。主役のガンダムとしては、これまでのガンダムにはなかった、コアファイターに頭部が内蔵されたデザインが素敵すぎ。いわゆる一つの、生首メカというやつですね。わかりますコックピットとジェネレーターを有するコアファイターを中心に、トップリム、ボトムリムとドッキングしてモビルスーツ形態になるほか、コアファイターにトップリムやボトムリムをドッキングさせ、それぞれ、トップファイター、ボトムファイターとして運用可能。ハードポイントへのオプション並走の追加により、さらなる仕様変更も可能など、拡張性も極めて優秀な機体だったりした問題。当時のアニメ史では、主役のグイクトリーガンダムと、敵である、ザンスカール帝国のモビルスーツとの戦闘シーンが紙面を彩っていたのは語り草。特に、月刊ニュータイプ紙面の気合の入った作画は人気で、多くのモデラーが一級の資料として活用していたものですな。なるへそ、ゾロやシャッコー、ゴッツオーラにトムリアット。序盤に登場した敵モビルスーツは、ビームローターが特徴的で、それを活かした戦闘シーンは、新鮮な驚きだったのは確かやね。そんなこんなで、期待値をバンバン膨らまされたモデラーの皆様方は、これらのモビルスーツが、バトルモビルスーツコレクションのラインナップに加わるのを、まだかまだかと待ち続けていたのでございやす。だが、しかーし、一部を除いて、多くの敵モビルスーツがキット化されなかったのですよ。わけわかめ。こんなの絶対おかしいよ。こいつは、妖怪の仕業に違いない。少なくとも、ファーストガンダムならザクに相当する、ゾロがキット化されないなんてありえねえ。いやはやー。世の中ってのは不思議なことで満ち溢れていやがるね。などと、模型屋に集う面々も首をかしげたもんちっち。ところがぎっちょん、巷のお菓子売り場では、しれっと、ゾロのおまけキットがついた食玩が発売されていたのよ。感動の嵐。この事実に狂気した一部のモデラーは、巷のお菓子売り場を荒らしまくって、大いに品縮を買ったものだと人の言う。すなわち、荒らした後の残りカスこそ、グイクトリーガンダムモデルにおける、V ガンの分離形態のキットだったのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1993年、サンライズ待望の新番組、機動戦士グイクトリーガンダムにおいて、初期に散見されたモビルスーツ対決の構図。グイクトリーガンダムと、クロノクルアシャー用の赤いゾロ。ガンダムならば、シャア専用機を彷彿させる機体は、ガンプラではキット化されずに終了したが、その仕様を再現した商品は確かに存在しており、それに気づいた者は、一握りの幸運な方々に限られたという。グイクトリーガンダムモデルとは、1993年に、一箱200円で発売された食玩なのだよ初見さん。すなわち、ガキンチョがたむろする食玩売り場に置いてある、普通なら、いい大人などは近づかない聖域にあるアイテム。この食玩の最大の売りは、変形合体機構を有するモビルスーツの、分離状態の戦闘機のおまけキットがバラ売りされておりまして、何機か集めてパーツを組み直すと、お目当てのモビルスーツが完成するという、なんだかとっても、
青島さんの合体ロボシリーズを彷彿させる商品だったのでございます。その、通り。ラインナップは、第1弾がグエクトリーガンダムとゾロ。第2弾が V ダッシュガンダム。第3弾が V ダッシュガンダムと V2 ガンダム。これらモビルスーツの分離形態の戦闘機、だったような気がする今日この頃。正直、最優先アイテムは、きっと課されなかったゾロだったのだけどもね。初期のガンプラのラインナップからは外れたものの、必ずバンダイさんがきっと貸してくれるに違いねえと、一縷の望みをかけたモデラーなんかは、なんやかんやで、購入できずに終わっちまうパティーン。なあんたるなあんたる恐れを知らぬ方々。まんまと初動に成功し、そこいらのスーパーやデパートを回ってゾロだけ買いまくってるやつは確かに、そう、確かに存在していたのだよ。だってさ、俺がゾロだけ買い漁ってたら、高砂の伊東洋華堂で五道杯を見かけましたですからに。まさしくあれは、可能性の獣だったに違いねえ。きっと順を追って解説すれば、まず、トップファイターセットは、基本となるコアファイターに加え、腕部や拳状のハンドパーツ、腰回りのパーツをセット。サイズ的には、144分の1スケールよりも大きめ。これは、HGUC のグエクトリーガンダムがやや大きめに作られているのと同様、強度を確保するためかと思いやす。コアファイターは、頭部と頭部周りのパーツに加え、展開した状態のハイブスラスターや、ビームライフル、ビームサーベルなど武装面が集中しているのが特徴。何気に、ビームサーベルはランナーと間違いそうな配置なのが意味不。この部分を見て、旧キットの100分の1ドムで、ランナーと間違えてヒートサーベルを捨ててしまったトラウマを思い出した人もいるかもしれん、かもしれん。ボトムファイターは、基本となるコアファイターに脚部をつけただけと、3機の中では一番シンプルな造形。当然、使うのは脚部だけなのだけど、可動部分がつま先だけというざっくりした造形なので、合体させても設置性はいまいちなのだと言っとこう。その他、付属品として、ペラペラのインストが1枚、ちっこいガムが1枚。それに、しょっぱい感じの色分け用のシールがついているのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。大神オーディンもご賞覧あれ。おまけキットながら、当時でも数少ない、鎖ゲートを実装したキットの一つなのだよ、おっかさん。たまに、21世紀になってから、鎖ゲートが誕生したものと勘違いしている人がいるのだけども、違うからね。少なくとも、90年代には存在してました。その他の例としては、こちらも、90年代に武蔵ロードや V ガンのガンプラに使われていた、ランナー同士を張り合わせるランナーロック機構とかも、21世紀になってから、2011年に発売されたメガサイズモデルとかで使われて、バンダイさん、どうかしちまったのかと、その由来を知ってるモデラーは思ったはずなのよ。ちなみに、他には何があったかなんて忘れちまったよ、こんちくしょう。まあ、傾向としてが近所向けのキットだったかもしれん、かもしれん。とにもかくにも、合体させると、グエクトリーガンダムになるであろう戦闘機のキットは、悲しいかな。ガキンチョはともかく、大きなお兄さんを魅了させる存在ではなかったのだけれどもね。当時に使われていた V フレームによって、プロポーションに制限があったガンプラとは異なる魅力があったのも事実。そう、事実なのだよ皆の衆。現在の中古市場では、ヤフオクとかにたまに出品されるのだけども、揃って出品されることは少ない印象。知っている人が少ないというより、未だにキット化されてないゾロの方が圧倒的に需要があるせいで、グエクトリーガンダムの方は人気薄。このあたりの状況は、まさに、グエクトリーガンダムが放送されていた、1993年のあの頃と変わっていないのが意味不。バーザムやらウィンダムやら、もうキット化されないと言われていたキットさえ、奇跡のキット化を果たした昨今。HGUC で発売して、バリエーションはプレバンというバンダイ商法も使えるのにおかしいね。そういや、リボーン100では、シャッコーが発売されましたし、ゾロもそろそろと思っている方もいるんじゃなかろうかい。まあ、あれよね。番組の序盤から登場する量産機に、分離、変形、合体機構と盛り込みすぎちまって、ハードルを上げすぎたのがあかんかったかもしれんやね。俺の独断と偏見で、ゾロがキット化されない理由を考察するに、一般的に知名度が低い機体だけに、変形機構の実装にかかるコストがネックになるとか、実は、隠し玉として温存してある。もしくは、現在のバンダイさんの担当者がゾロのデザインにピンとこない。すでに発売された、シャッコーの時のお布施が足りなかった。やっぱし、ファンの熱意が足りなかったというお説に尽きるのでござんすよ。はい。そいつはちょっと、笑いなー。